ろうと決心し研修を重ね里子を迎えるまでの心の動きそして思い出に残る a ちゃんと過ごした日々感動の子育てのお話をしてくださるのは天理教高福文教会長夫人梶村昭雄先生ですこんにちは梶村昭雄と申します しししばらくくの間、どうぞよろしくお願い,いたします。私が里親になるきっかけとなったのは末娘が小学6年生の頃お地場へ参拝させていただいた際に偶然里親をされている親戚の会長さんとお会いし下の子は何年生そろそろ里親をしてみないか とと声をかかけけてくださっったたのがきっかけとなりました主人である会長は「お役に立てるのであればさせていただこう」と前向きな答えでしたしかし実際にお世話するのは私で人様の子供さんをお預かりするのに生半可な気持ちではできないそして里親をさせてもらうのに 苦労や問題もあり、今までの生活に波風が立つかもしれないという不安な気持ちもありました。けれど主人は研修だけでも一緒に受けてくれないかとたびたび言われるようになりました。テレビを見ていると子供が虐待された、殺されてしまったというニュースが耳につくようになり、 いつの間にか少しずつ心が動き、まず研修だけでも受けることにしました。何度かの研修を受けて、子供の養育に必要な幅広い知識を学び、入院や児童養護施設での実習を重ねて、ずさんな現実やどこの施設にも飽きがないほどいっぱいだということを知りました。 施設実習では警戒して遠くで見ている子どもや興味津々寄ってくる子どもままごとをしながら「10分待っててね10分待っててね」と以前母親に言われたことを何度も繰り返す子ども子どもと触れ合う中でこの小さな体でさまざまな事情を抱えているのだと思うと胸が熱くなり 言言葉では言いいせなな気持ちになりました。すべての研修と実習を終えて府知事より里親の認定を受けました逸話編の中に人の子を預かって育ててやるほど大きな助けはない世話させてもらうという真実の心さえ持っていたら与えは神の重要でどんなにでも神が働く 案じることをいらんで、とのお言葉があるように、私たちの力は微力かもしれませんが、まず一人からでもという気持ちになり、養育里親をさせていただく決断をいたしました。しかし、このことは私たち夫婦だけでなく、家族の協力がなければできないことなので、5人の子供たちと話し合いました。 子供たちは心よく受け入れてくれましたが、当時末娘が中学一年生だったこともあり、同じ年頃の子を預かるとなると、きっと寂しい思いをさせてしまうと思い、できるだけ乳幼児の希望を聞いてもらいました。何人かお預かりさせていただいておりますが、その中で一番印象に残っている とても明るくておしゃべり上手のかわいい女の子のお話をさせていただきます。当時2歳7ヶ月の A ちゃんはお母さんの事情で4ヶ月から乳児院で育ち養子に出す話になっていたそうですが子供家庭センターや施設の担当の方々のサポートもありお母さんは A ちゃんを引き取り 育ててる決心をしてくれたそうですそこでお母さんのもとへお返しするまでに家庭で鳴らすことと安全地帯になるようにと我が家でお預かりすることになりましたお預かりする前に夫婦で何度か乳児院に会いに行ったり担当の先生と一緒にうちに会いに来てもらったり外泊したりするうちに 徐々に慣れてきてくれました。我が子と同じように育てたいという思いで子供たちが小さい時に呼んでいたように主人と私をとうとうチャーちゃんと呼んでもらうことにしました。A ちゃんは一日に何度も A、チャーちゃんのこと大好きやねん。チャーちゃんは A のこと大好きと聞くのです。その度に チャーちゃんも A ちゃんのこと大好きよと答えるとニコニコとして安心するのですどの子の時も同じですがどうすればこの子にとって一番良いのかを家族で話し合います当時二人の娘は保育園幼稚園に勤めており子供と関わる仕事をしていたので専門的な話や たくさんの事例を聞かせてくれたりさまざまなアドバイスやサポートとしてくれたのでとても心強く思いましたそんなある日のこと入院していた里の父が出直しました「A ちゃんのお世話が十分にできないので子ども家庭センターの担当の方に相談しましたらすぐに他の里親さんに連絡してくださり」 4日間預かっていたた。だくことになりました A ちゃんどうしてるかな泣いてないかなと気になりながらも無事に葬儀を済ませて A ちゃんを迎えに行きました里母さんが「A ちゃんお利口さんでしたよ」と言ってくださりほっとして A ちゃんと一緒に帰ってきましたが「茶葉ちゃん、えー、もうおばちゃんとこ行きたくないねん」 ずっと、チャーちゃんとここにおりたいねん、と言って、その夜から夜泣きと私の姿が見えないと、チャーちゃん、チャーちゃんと追いかけてきたり、大泣きしたりと、不安定な日が何日か続きました。この子なりに辛抱して、お利口さんで待っていてくれたんだと思うと、胸が熱くなりました。えいちゃんと読んでは、 何度も何度も抱きしめました。そうすると数日後に A ちゃんも落ち着いて来てくれました。そしてお母さんのもとにお返しするにあたり、一週間に一度お母さんに会いに来てもらったり、外出したりしていましたが、そろそろ連泊して徐々に慣らしていきましょう、と担当の方よりお話がありました。 はじめは緊張していた A ちゃんですが何度もお母さんに会うたびに少しずつ慣れてきて楽しそうに外泊するようになりましたそんなある日 A ちゃんはお母さんのもとに帰ることがわかってきたのか外泊する朝ずっとチャーちゃんとここに降りたいねんと言って行きたがらなかったり困らせたりするので なんとかなだめて送り出しました。外泊から帰ってきてから試し行動赤ちゃん帰りが始まりました。家族で話し合う中で娘が4か月からお母さんと離れているから4か月に戻ってみてはどうかなというのでとにかくそうしてみようとみんなで赤ちゃん言葉で接しました。 ちゃーちゃんって呼ぶので、なんでつかバブーちゃんと抱きしめながら言うと、バブーバブーと嬉しそうに答えるのです。いつかほど赤ちゃん言葉で接していると、えいちゃんに、あの、私3歳ですけどと言われ、思わず大笑いしました。この日からいつものえいちゃんに戻ってきてくれて、 ほ,っとしましたほんの少しだけど A ちゃんの心を満たしてあげることができたのかなと思いました。しかしお母さんのもとへ帰ることはちゃんと話しておいた方がいいと思いましたのである日 A ちゃんを抱きしめながら「ママがね A ちゃんのことが大好きで一緒に暮らしたいんだって」 だからママのとこに帰るんだよ。でもママのとこに帰ってもチャーちゃんは A ちゃんのこと大好きだしいつまでもチャーちゃんの子供だよ。このお家はいつでも遊びに来れるしここは A ちゃんのふるさとだよと伝えるとああ、そうかここは A のふるさとかわかったよと言ってくれました。 何度か外泊を経てお母さんの受け入れ準備ができてお返しする日が来ました。玄関に A ちゃんの荷物を運んでいると寂しい顔をしていたので思わず抱きしめると「A、チャーちゃんのこと大好きやねん。チャーちゃんは A のこと大好き?」といつもの言葉を残してお母さんのもとへ帰っていきました。 お母さんのもとへお返しできることは、嬉しいことですので、笑顔で A ちゃんを送り出すつもりが、A ちゃんと過ごした一年七ヶ月のとても濃い日々を思い出し、涙があふれて止まりませんでした。一緒に過ごした期間が長い、短いにかかわらず、お返しした後は、私の心に、 ぽっかりと穴が開いたような日がしばらく続いて本当に寂しいものです。出会いと別れの繰り返しですがご縁がありお預かりする大切な子供たちその子供たちのおかげで夫婦家族が一定一つに生活させていただいてお世話させていただけるありがたさを感じ 人を助けて我が身助かるとの言葉を実感させていただいております。ありがたいことに里親にならせていただくお声かけくださった時小学6年生だった末娘が昨年春から保育士として頑張ってくれてサポートしてくれています。様々な事例の子供をお預かりしますが、 子供たちと関わる中で、新たに知ることもたくさんあり、日々学ばせてもらい、またお世話させてもらう中で、大変なこと、しんどいこともありますが、その分大きな喜びを見せてもらっています。日本はまだまだ里親に対する地位は低いように思います。 親と一緒に暮らせない子供たちは現在の日本に約4万5千人いるそうです。そのうち約3万9千人が入院や児童養護施設で集団生活をしています。多くの先進国では子供は家庭的な環境で育つことが重要という認識があり、 砂糖や度が重要視されています。しかし、日本では砂糖や養育の割合は約2割となっており、施設養護への依存度が高い現状にあります。今、助けの手を求めている子供がたくさんいます。子供は実の親のもとで愛されて安心して育つことが一番ですが、 それができない子供たちがたくさんいます。一人でも多くの子供たちが安心して暮らせるように、これからもサポートし、微力ながらも私のできるお助けを頑張りたいと思うとともに、多くの里親家庭が増えることを願って、私の話を終えさせていただきます。お聞きいただきまして、 ありがとうございました。様々な事情から、親と暮らせない子どもたちが、全国に約4万5千人います。その子どもたちに、安全で安心できる暖かい家庭を提供し、共に未来に向かって歩む。それが、里親家庭です。 私に足りなかったものを与えてくれて、何より温かい愛情で育て、支えてくれたことに感謝しています。出会えてよかったです。今までずっと私のことを優しく温かく、我が子のように育ててくださったことを感謝しています。お父さんお母さん、十七年間育ててくれてありがとう。いつまでも元気でいてね。子供たちにはすべてを受け止め。 愛情いっぱいに寄り添ってくれる人が必要です。子供たちの未来のために里親になりませんか天理教里親連盟。